はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらのね N ボックスになります。でこちらの車ですけど、お客さんの方から頼まれて引っ張ってきた、まあ注文販売っていう車両ですね。でこちらの N ボックスですけど、あのターボグレードの、まあ、カスタム、まあ、見た目はもう見れればわかると思うんですけど、カスタムグレードでね、あの、まあ、走行距離が2万キロぐらいね、25年式ぐらいだったかな、で2万キロってことなんで、まあ、非常に低走行です。まあ、ですが、まあ、一応ねちょこっとは、まあ、一応ねあのメンテナンスをしつつの、まあ、納車をするっていう感じですね。で、あの、まあ、一応ね低走行を買って、まあ、長く、おそらく推定では7年とか8年とか、多分それぐらいは乗りたいなっていうところの話で言ってます。まあ、ですんで距離が少ないところで、まあ、ちょうど7、8年乗ったら10万キロぐらいになるみたいな感じのとこじゃないかなと思います。まあ、ですのでそこを想定して、まあ、簡単な、ね、メンテナンスの方をやっていこうかなというふうに、ね、思ってます。ではね皆さん、こちらの動画の方ご視聴の方お願いします。それではね今から作業やっていきます。まず下塗りですね、こちらの方塗っていきます。まあ、車もねやっぱり年数は、まあ、10年近く9年ぐらいかな経ってるのかな、9年8年ぐらい経ってて、まあ、走行距離は2万ちょっとっていうとこなんで、まあ、そんなにね、まあ、下回りの状態が悪いかっていうとそんなことはないです。でこちらの方のね塗装の方をしていきます。でまあとりあえずねこれからまだ長く乗っていくっていうところを考えたら、まあしっかりとね下回り塗装しておけば、まあね錆びにくいと。まあ、納車先はね長崎なんで、まあ場所も多分ねそんな雪が降らないようなとこなんで大丈夫じゃないかなと思ってますけどね。でこちらフルード交換で、おそらくじゃあ8年9年乗ってて2万ちょっとっていうことは、まあ、使用状況としてはシビアコンディションが想定されますよね。ですんで、まあ、とりあえずフルードのサンプルですね。まあ、そういったシビアコンディション利用が考えられるんで、まあ、しっかりとね、あの交換をするっていう感じです。で、今回はね、あの、バルブボディを外しての中のフィルターの交換はしないんで、ストレーナーまでの交換になります。で、まあ、一応もうこの辺の作業は、まあ、一通り全部サービス作業になってますのでっていうとこですね。まあ、ですんでね、バルブボディはまあ、外す時もあるし、外さない時もあるっていうふうに思っていただければと思いますね。あの、バルブボディ警察がね、よく取り締まりに来るんでめんどくさいんでですね、あの、もう言っとかないとですね。で、こちらですね、開けて、そしてこちらストレーナーですね、こちらの方を外していきます。やはりね、あの、ホンダのこの手のタイプはね、あの、無限鉄粉のイメージです。ですんでね、走行距離2万キロでも、まあね、やっぱり汚れてるのかなっていう印象はね、ありますよね。まあ、こういった感じで、鉄粉はね、やっぱりついてますね。で、こちらを清掃して、ストレーナー交換ですね、やっていきます。バルボディのね、交換って意外にめんどくさいと。まあ、簡単じゃ簡単やけど、めんどくさいといえばめんどくさいと。何がめんどくさいかっていうと、やっぱりシフトのロッドのはめ込みがちょっと気を使うっていう部分。あとね、意外にこれ重たいんですよ。で、一人でやってるとね、まあ、重いなとは思いますね、外すときはね。で、はめるときもやっぱり位置を合わせながらはめなきゃいけないっていうところもあるんでですね。で、こちらですね、鉄粉の方がびっしりとついてますね。まあ、やはりね、この距離でもこれだけの鉄粉がつくと。まあ、最初のうちのが特に出るっていうのもありますんで、まあ、ここで綺麗にしておけばね、まあ、今後いいんじゃないのかなとは思います。でも出てくる、こう流してるときの垂れてくるフルードの色がもう鉄粉混じりみたいなね、感じですよね。で、オイルパンの方を清掃して、で、最後もう一回ね、マグネットの方も清掃して、で、あとね、作業の方は完了と。あとね、まあ最後エアブローの方はしてますんで。で、完成後はこのような感じですね。まあこういった感じです。あとはこれを組み込んでいくという形です。で、組み付け後ね、まず新油3リッター充填します。で、こちらはね、あの、抜いた時に、あの、ジョッキの方に回収してますので、あとオイルパンに残った分だとか、ストレーナーを外した分だとかを、まあ、足すと、まあ、大体これぐらいかなっていう感じですね。もう大体いつも見てる視聴者の方であれば、もう大体内容もわかっているんじゃないのかなと思いますけどね。で、エンジンをかけてフラッシングタイムですね。フルードの温度を上げるっていうのと、まあ、親友の効果で汚れを浮かせるっていうのをやって、ここからね、圧縮交換1回目6リッターですね、やっていきます。まあ、ホンダのね、車、先ほども言いましたけど、やはり、あの、無限鉄粉のね、あの、傾向があります。まあ、ですんでね、こういう風に圧縮交換をじゃあやりましたと、で、圧縮交換が終わりましたと。で、終わった時の真ん中ですね、がぐる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 回ってるフルードになりますので、まあ、そちらの色味を見てもらって、で、その後にフラッシングタイムを置いたらどんな色になるのかっていうのをね、見てもらうと、まあ、わかりやすいんじゃないのかなというふうにはね、思います。で、まず一旦終わりました。で、ここからね、あの、フラッシングタイムを置いて2回目に入っていくっていう形になります。で、2回目に入った時に、やはり最初のね、あの、1回目が終わった時の色からすると、ちょっと黒ずんでると。いう感じですね。また他の動画でもね、ちょっとホンダの車が入ってるのがあって、またそれまた今度アップするんですけど、まあ、そういったのもね、見てもらうと分かるんですけど、綺麗になってるのにフラッシングタイムを置くと黒くなる、鉄粉が泳いでるみたいなね、
そういった感じのデータも取れますので、まあ、しっかりとね、やはりフラッシングタイムを長く置くっていうのは大事です。だからメーカー推奨10分でブザーが鳴るようになってますけど、まあそれ以上置くことでさらに汚れが出るっていうところもありますので、まあ、結構こう重要ですね。距離が走ってる車ほどね、まあその分顕著に現れるのかなっていう感じはあります。で、こちら SOD1 のね、充填をしていきますね。金属摩耗を抑えるのと、ゴム類の性能復活、そして汚れを取るっていう効果ですね。まあですね、こういったね、もう年数もね、10年近く経ってるんであれば、距離は走ってないですけどね、まあ入れておくといいんじゃないかなと思います。で、こちらね、交換が終わって新1リッター充填して、作業後はこのような形ですね。綺麗になってますね。で、次はね、エンジンオイル交換からのスラッチナイザーっていう、もうここももう定番の流れですね。で、スラッチナイザーね、まあ、エンジンの中を、まあ、フラッシングすると。要は、フラッシングオイルを入れて、よくエンジンをかけてフラッシングするっていうのがあるんですけど、そうではなくて、機械でエンジンの中をね、フラッシングするっていう装置です。まあ、先ほどの専用のジグを装着して、で、こちらのね、専用の溶剤が流れて、で、汚れを浮かせて回収すると。だから、エンジンが停止している状態なので、まあ、通常の入ってる規定の、例えばオイル、ね、この辺だと3リッターとか、2.5リッターとか、なのかなと思いますけど、それより多く入れて、っていうこともね、やってます。で、エアの力でね、やってるみたいな感じですね。で、こちら残った溶剤を回収するという形になります。で、これで、あとはね、こちら、添加剤ですね。こちらが汚れを取るっていうのと、金属の摩耗を抑えるっていう添加剤ですね。まあ、ゴム類の性能を復活させたいんであれば、ここに、SOD1 の方を入れるとかっていう選択肢もあります。で、エアーエレメントですね。そちらの方の交換をしていきます。まあ、こういったとこもね、まあ、しっかりと変えておくっていう感じですね。で、まあ、見た目は、まあ、おそらく変えたことはないと思いますけど、距離が2万キロだから、まあ、そんなにめちゃくちゃ汚れてるかっていうと、まあ、そんなことはないのかなっていうとこですよね。だからずっと変えてないと、やっぱりね、特に古くなってくると、ブローバイとかが出て、オイリーな感じに、ね、なってるのとかもありますね。で、こちら、プラグのね、交換の方をしていきます。で、プラグ交換もね、軽自動車は一応5万キロぐらいを推奨で、長寿命プラグがね、ついてたとしても、一応そういった長寿命も、通常の車だと10万キロを推奨とか、12万キロ推奨とかになってるんですけど、それが5万キロとか、6万キロとかっていう風にね、なってますね。で、まあ、こういう風にね、電ラチでガキッとやってますね。これね、一応サムさんの工具なんで、サムさんがする分はいいんですけどね、ヨーマンくんがするんだったら、壊したりすると大変なんでね、できれば工具で緩めてほしいなって思いましたね。で、こういった感じですね、プラグの先端は。まあ、黒くなってて、電源ね、なってるかなと、まあ、白くなってる部分もありましたけどね。で、こちらの方装着していきますね。まあ、ですんでね、まあ、自分の工具だったら正直ね、どんな使い方をしてもいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、いいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、お金を出してるのは自分だからですね。ヨーマン君はね、そういった部分も、まあ、学んでいてくれればいいのかなというふうにはね、思いますね。で、あとはね、こちらの方の取り付けですね、やっていくという形ですね。で、プラグの方をね、しっかりとね、締め込んで、これ結構ね、緩い人が多いんですよね。プラグ変えるときに、なんかもう、スルッと回るとか、グラグラしてるとか、入庫してくるとたまにあるんですね。プラグ交換歴がある車っていうのが。で、やっぱりそこ緩いとね、ちょっといろいろと問題があるんで、ね、しっかりと締め込むと、まずね、締めてたら、プラグガスケットがあるんで、ガスケットが潰れてる感じがね、もうわかるんですね。ブニュブニュブニュって。だからね、慣れてる人だったらいいんですけどね。で、まぁ、こんな感じでね、プラグの交換が終わったら、次はね、スロットルボディの清掃の方をやっていきますので、こちらインタークーラーですね、外して、で、スロットルボディにアクセスして、清掃の方をやっていきます。まぁ、おそらくね、このスロットルボディの清掃なんですけど、距離が少なくて長く使ってるっていうこの車ですよね。まぁ、多分そういうやつほどひどいです。ね、顕著に汚れが出てるんじゃないかな。こういう感じで汚れてますね。大体シビアコンディションの方がスロットル周りの状態って非常によろしくないんで、まあ、ここをね、綺麗に掃除の方をしていくっていう形ですね。で、これでね、綺麗になったら、まあ、OK ですね。結構バックギアに入れた時にエンストしたりとか、極端に回転数がアイドリングで低かったりとかすると、スロットルボディをね、疑った方がいいんじゃないかなと思いますね。で、こちらね、ベルトの交換ですね。まあ、距離的に言うと、多分全然まだ大丈夫です。年数的に言ったら、まあ、変えてもいいかなって感じですね。まあ、ひびとかは特に入ってなかったですけどね。こちらの新品のね、ベルトの方ですね、装着の方をしていきます。取り付け後は一回ね、エンジンかけてしっかりとね、溝が噛んでるかとか、ちゃんとなってるかとか、もう点検の方はやっていきますね。で、これで OK です。まあ、外したベルトこんな感じです。まあ、そうでもないかなって感じですけど、まあ、買った人のコストパフォーマンス部分の問題もあるんで、まあ、しっかりと交換しておけば、まあ、長くそのまま使えるのかなっていうコンセプトのもとでね、やってます。
で、こちら LLC ですね。こちらの方を抜いていって、で、あと LLC の部分のこちらのドレンのパッキンですね。まあ、パッキンっていうかコックごと交換になりますけど、こちらの方を交換して、で、あとね、LLC を入れて、あとラジエーターキャップですね。そちらの方も交換をするっていう感じですね。エア抜きの方もしっかりやるって感じですね。まあ、ウォーターポンプとかサーモンも変えてもよかったのかなっていうところもあったんですけどね。まあ、今回は変えてないですね。じゃあ以上でね、前編は終了です。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。まあ、Nboxの、まあ、注文販売で引っ張ってきた分の、まあ、制作をするっていうところの前編の動画でした。でもう内容的にはもうほんとね、もうなんか動画がほとんど同じ内容になっちゃってるんですけど、まあ基本的にはまあいつも通りのメンテナンスですね。で、走行距離がまあ2万キロなんですけど、まあ一応ね、それなりのことはやったって感じですね。だからまあプラグを変えて、水回りはね、ウォーターポンプまで今回変えてないですね。まあ変えてもよかったのかなって感じですけどね。で、フルード交換。フルード交換はバルブボディを外してフィルターまでは交換してないです。で、まあ、あとそれ以外のメンテナンスもしてっていうところですね。続きはまた後編の方になっていくんですけど、まあ、基本的に今この辺の作業はね、もうサービスでさせていただいてるっていう形に、ね、なってます。まあ、ですんで、まあね、買った方がね、それこそ今距離が少ないけど、まあ、年数も経ってるし、まだあとね、今からじゃあ7、8年ぐらい乗るっていうところを想定したような感じのイメージで、まあ、メンテナンスをしてるっていう感じでね、思っていただければいいのかなっていうところですね。で、続きは後編になりますので、また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。